ネットで大きな話題になっていた東洋経済オンラインの日本の観光地はなぜこれほどお粗末なのかという記事が海外でも紹介されていましたのでご紹介します。観光立国を目指す日本は世界中から観光客が訪れます。現在では日本全国至るところに外国人観光客の姿が見られますが、そこには様々な問題が山積しているようです。それは言うなれば外国人観光客が起こす地元住民への悪影響とも。もはや京都の人々の日常はその影響なしには語れなくなっているようです。以前日本のツイッターのホットワードに日本の観光地がランクインし、イギリス人の日本長期滞在者がアップした日本の観光地について書かれたコラムがネットで物議を呼んでいます。日本旅行リピーターの皆さんはこれからご紹介するようなシチュエーションに出会ったことや日本の観光地に対する不満を抱いたことはありますか？ツイッターのホットワードに日本の観光地がランクインしたのは、長年日本の文化財の保存修復に携わってきたデイビッド・アトキンソンさんが投稿したコラムがきっかけだったようです。日本の観光地はなぜこれほどお粗末なのか。日本の観光地がお粗末と聞くと、日本に何度も足を運んでいる皆さんは違和感を抱くかもしれません。しかし長年日本に滞在しているデイビッド・アトキンソンさんが訪れたことがあるのは有名観光地ばかりではありません。のどかな田舎町が町おこしや村おこしの一環として外国人観光客を呼びたいがために行っている過剰で的外れなおもてなしが外国人観光客にお粗末だと抱かせる原因になっているというのです。誰も見ていないホームページの解説や観光動画の掲載、誰もフォローしていない Facebook での情報発信、ゆるキャラやキャッチコピーを使ったブランディング、交通機関頼みのデスティネーションキャンペーンなど、昭和時代のマインドのまま展開されている情報発信の事例は数え上げるとキリがありません。例えばホームページを作ったものの英語のページは自動翻訳の結果をそのまま使っているのか、何が書いてあるのか意味不明で何の役にも立たないといったケースを目にすることが多々あります。また観光の目玉であるはずのものが現地に行ってみるとあまりに期待外れなことが多いのも原因だと言います。他にもピント外れな情報発信をしている例は少なくありません。例えば侍の精神性に触れられる街と盛んに宣伝している地域なのに、武家屋敷もなければ道場も公開されていない、何かの体験ができるようになっているわけでもなければ博物館など侍の文化を説明する施設もない、お城はあるにはあるものの鉄筋コンクリートで中はほとんど空っぽの状態で楽しめるものは何もない。さらにデイビッド・アトキンソンさんはこのような地域における侍文化は架空の世界に過ぎないと言い切ります。解説が書かれた看板は日本語表記しかされていませんが、わざわざそれを見に来る日本人すら少ない状況です。外国人にとっては京都の侍塾での日本刀試し切り体験の方がきっと何百倍も楽しいでしょう。彼は日本の観光地に対しこのような提言をしています。やるべきことはたくさんあります。泊まる場所の確保、文化財ならば多言語対応、自然体験コース作り、カフェや夜のバーなど飲食店の整備、それに交通手段の確保、各観光資源の連携、わかりやすい道路表記やお昼のレストラン、文化体験、案内所などなど、整備しなくてはいけないことは山ほどあります。個別の整備も抜かりないようにしなくてはいけません。
例えば、多言語対応は完璧を期すべきです。英語であれば、英語圏のネイティブがこかなくてはいけません。日本語を英語に翻訳するだけでは、訪日客を満足させることはできないのです。最後に、苦戦する観光地に向けて、強烈なメッセージで締めくくっています。外国人の満足は、地方の利益に直結していることを、観光業に携わる人には、ぜひ肝に銘じてほしいと思います。せっかく来てもらった観光客に、十分なお金を落としてもらわないと、観光戦略の意味がないのです。大した金額を落とさない観光客がたくさん来ても、それは単なる観光公害でしかありません。今までの誘致人数主義を一日も早くやめて、稼ぐ戦略を実行するべきです。稼ぐ戦略に必要なのは間違いなく、本校で説明してきた着地型の整備です。日本で観光公害の被害を一番受けているのは、やはり京都ではないでしょうか。ここ数年起きている観光公害に、京都府民はすでに我慢の限界に達しています。テレビでは、京都の観光地の住民が自腹で設置したゴミ箱が、2時間で満杯になる例などが紹介されているのです。この記事には、海外から、様々な意見が寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。ゴミ問題に関しては、外国人観光客に対して案内が優しくないと思う。はっきり言って、数が少なすぎる。観光業を本気で推進していこうと考えているなら、ゴミ問題も観光客目線で改めて考え直さないといけないと思う。もしくは、ゴミ箱を撤去した上で、ゴミを捨てた人に罰金を課したらどう？ゴミをポイ捨てする人間の大半は、中国からの観光客だし。京都の観光客の多さは、確かに尋常じゃないね。観光客が多いほど儲かるかといえば、そうとも言い切れないんだね。他の国に遊びに行く前に、自分の国の課題を解決しようね。これは、どこの観光地にも当てはまる問題だね。個人的には、日本の観光資源はとても豊富だと思う。でも、急にたくさんの観光客が来るようになったから、地方自治体の条例。例えば、交通ルールやゴミ処理の方法とか、地元の人の意識が、まだそこまで追いついてないんじゃないかな。この記事のテーマは、観光公害をもたらす外国人観光客じゃないの？観光地側ばかりに問題があるような書き方だけど、そんなのありえないよね。しかも、地元住民の多くにとっては、観光客を優先することに何のメリットもないだろうし。京都のゴミ箱の話って、観光公害と言えるのかな？ゴミ箱に捨てられてるゴミは、外国人観光客が、外国から持ち込んだものじゃなくて、そこで買って消費されたもののはずでしょ。京都の地元民は、自分が出したゴミは、自宅に持ち帰って処分するけど、外国人観光客は、自分が出したゴミを持ち歩くなんて、5分も耐えられない。ゴミが出るのは、観光地に貢献した証じゃないの。自動翻訳の表記は、本当に笑ったよ。どこの国に行っても、この手の翻訳は目にするけど、見るたびに笑っちゃうよね。去年京都に行った時は、安い宿を探して予約するのに苦労したな。日本の翻訳問題は本当に深刻だと思う。なぜか自動翻訳に頼りすぎなんだよね。ネイティブに翻訳してもらったり、構成してもらおうと思えばできるはずなのに、どうしてしないんだろう。これじゃあ、言葉を軽んじてると思われても仕方ないよ。観光公害って言われてるんだ。それでも、やっぱりまた京都に行きたい。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。
観光地のゴミ問題は深刻だと思う人は高評価ボタンを押してください。また今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。